アラッシオの海岸風景、南国にて作品50は、エドワード・エルガーが1903年冬から1904年にかけて、家族と休暇と過ごしたイタリアで作曲した演奏海洋助曲。曲の副題である、アラッシオとは、イタリアの非関地リグーリア海岸に面する街の名前である。エルガーは、家族と共にこの街に滞在した。滞在中に街を散策して回った。 彼は建物、風景、歴史から霊感を受けた。後に、後悔そうしている。その時、すべてのことが一度に、私の脳裏にひらめいた、小川、花、丘。一方には遠く、雪をいただいた山々がそびえ、また一方には、地中海が広がる。その時私が立っていた場所はその昔、兵士たちが争ったまさにその場所である。そしてまた次の瞬間。 突如として私は現実に立ち返った。その時、私は序曲を作曲してしまっていたのである。後に残されたのは、ただそれを書き留めることだけだった。曲の初演は1904年3月16日に、晴れ冠言楽団の演奏で行われた。この日は、コベントガーデンのロイヤルオペラハウスで開催された、エルガー音楽祭の3日目であった。式は、 ハンス・リヒターが行う予定となっていたが、エルガー側の楽譜の準備が間に合わず、リヒターの予習に十分な時間を取れなくなってしまったため、エルガー自身が指揮することになった。この曲中で、おそらく最も知られるのは、ビオラ独奏で奏でられる、中間部のセレナーデだろう。同年7月、エルガーはこの部分をだけ取り出して、パーシー・ビッシュ・シェリーの詩に合わせ、 月明かりでという大の歌曲として仕上げた。さらにその後、カントポポラーレと名付けた、気楽版も複数生まれている。曲は、我が友、レオ・エフ・シュスターへ検定された。シュスターは、エルガーの家族と共に初演を聴いている。20分程度で連続して演奏される。フルート3、オーボエ2、コーラングレ、クラリネット2、バスクラリネット、ファゴット2、コントラファゴット、フォルン4。 トランペットさん、トロンボーンさん、チューバ、ティンパニさん、打楽器、ハープ、弦五部。ビバーチェさん、四拍子変歩長管楽器の間で受け渡されながら上場する勢いの良い主題に始まる。フレー一数多くの要素が盛り込まれるが、中でもビオラ独奏による部分は印象的である。あまり目立つことにない、この楽器よる独奏部として、 その長さが特に注目に値するのと同時に他の力強い部分と対比を生み出している点も特筆される。フレーに最後はフレー一を主に扱いつつも曲中に現れた主題が一体となったコーダを経て華々しく曲を閉じる。ありがとうございます。